Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第103回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日のテーマはですね、天才の食べ物についてです。はい、突然何なんだって感じなんですけど、私日頃からその食べ物とか食べ方が示す記号性みたいなもの、これを食べてるとこんな人っぽいとか、まあそれこそまあおじさんがケーキを食べてるのなんか可愛いとか、女性が一人でもつ焼き食べてたらかっこいいみたいな、まあ、食べ物と人が組み合わさることで浮かび上がるイメージとか表象とか、こうステレオタイプみたいなものに結構興味があって、まあだから映画とか見てても、あ、全然食事してないな、この人怪しいな、なんかかっこいいしてるなみたいなのとか、あ、この人食べ物粗末に扱うな、きっと嫌なやつだって描きたいんだろうなみたいなことについ思いを馳せて、こう食べてるシーンとか、その食べ物や食べ方を浮かび上がらせる意味性みたいなものを結構気にしてしまうんですよね。で、まあそういうフードシーンをですね、50も集めた本がありまして、それがゴロつきはいつも食卓を襲う、フード理論とステレオタイプフードという、我らが菓子研究家である福田理香さん、はい、味の副音声にも一度来ていただいたことがありますけれども、お菓子と包装についての回ってね、クッキーはアイドル論みたいなね、すごい素敵な論を、そう、福田理香さんはいつもね、こう素敵なフード論をねたくさん繰り広げてらっしゃって本当に素晴らしいんですけれども、まあ、そんな福田さんが以前出されました、ゴロつきはいつも食卓を襲うっていう、まあ、名著なんですけれども、本の中では、なぜ賄賂は菓子売りの中に忍ばせるのかとか、なぜ絶世の美女は何も食べないのかとか、なぜカーチェイスで跳ね飛ばされるのはいつも果物屋なのかとか、なぜ焚き火を囲んで酒を回し飲みしたら仲間になれるのか、なぜ逃走劇は厨房を駆け抜けるのか、答えはすべてこの本の中にありますということで、ね、こういう話が好きだなとか興味あるなっていう方はもうぜひ読んでみてほしい、本当必読の書ではあるんですけれども、まあ、そんな感じでですね、今日はね、なんかこう天才っぽい食べ物ってあるよなっていうのを私前々から思ってまして、まあ、食べてると天才っぽい食べ物とか食べ方とか、なんかそういうこう天才っぽい食生活について考えて、どうしたら自分も天才っぽくものを食べられるのかを考えてみたいと思います。まあ、そういう考えをしている時点で全く天才ではないんですけれどもね、はい、考えていきたいというふうに思ってます。で、まず一番最初に思い浮かぶ天才だなって思う食事の実践者、落合陽一さんですね。はい、メディアアーティストの、はい、天才っぽい食事も実際天才でいらっしゃる、本当にクレバーな方だなというふうに思ってるんですけれども、そんな落合陽一さんがですね、とあるドキュメンタリー番組に出演された時に、私もそれをね楽しく拝見していたんですけれども、冒頭のシーンが衝撃でしてね、街中で落合陽一さん現れます。はい、手に持っているレトルトカレー、これをですねストローを刺して吸うっていうシーンがあります。あ、でもうそれがね、ナレーションがカレーをストローで吸う男がいるっていうところから始まって、もう取れ高がすごいのよはい、もうストローカレー事件ということでね、本当に最高なんですけど、落合さんストローカレーを結構ちゃんと研究されていて、よりよく食べる食べ方みたいなのもツイッターで書かれてるんですけれども、一つ目は、まあ、やけどしちゃうので常温で食べること、で2つ目は具を手で潰してから開封すること、で3つ目は太めのストローでフラペチーノのようにザクザク吸うこと、で4つ目は箱のまま食べればゴミも飛び散らず垂れないということで、それが一番合理的な食べ方でいらっしゃるらしいんですけどね。ただまあ吸って
サクッと栄養補給できるやつ他にもあるじゃんっていうね、もうウィダーとかそれじゃんって思うんですけど、まあそこはストローカレーですよっていうのが本当に素晴らしいなっていうふうに思うんですが、あの落合陽一さんね、主食がグミっていう発言もあります。はい、粒グミっていうあのポイフルみたいなグミがあって、私粒グミは食べたことないんですけど、粒グミは僕の白米という発言も以前されておられます。まあ、落合さんね本当に多忙でいらっしゃると思うんで、本当にいろんな食事の効率化であったりとか、あらゆる最適解を模索した先の食生活だと思うんですけど、グミ主食っていうのは結構天才食べだなっていうふうに思いますね。で、私の知り合いでもね、あの画家をやっている方がですね、ハリボーが好きすぎて、もうあの打ち合わせとかどこに行ってもハリボーがあるらしいです。なんかその人の好きなものが勝手に打ち合わせで用意されてるっていうのも、まあ、天才とかなんか一流とかのなんか条件って感じしますよね。グミね、でも確かにグミと天才は結構親和性高いんじゃないですか。なんか最近だとあのフワちゃんがグミをめちゃくちゃなんか大人買いしてて、それがツイッターでバズってるらしいんですけど、セブンイレブンのチョコっとグミ、これ私食べたことないな。すごい美味しそう。なんかマスカットにチョコレートがかかってるグミみたいですね。あとオレンジのグミにチョコがかかってるやつもあるんだ。うわ、これめっちゃ美味しそう。食べてみたいなと思います。あと今ね CBD グミとかもねありますからね。でもやっぱりその、まあ、グミもなんだけど、そのお菓子が主食みたいなのって結構天才食べじゃないですか。あのデスノートの L さん、はい、もうこれ彼は天才の代名詞かなと思うんですけど、あのデスノートちょっと読んだことない人は申し訳ないんですけど、エルさんはですね、あの基本甘いものしか食べなくて、あのコーヒーにも角砂糖をもう何個も入れちゃうみたいな感じなんですけど、究極が角砂糖をさダイレクトかじりするんですよね。うわ天才だってなる。ガリ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 食べるっていうね、もうめちゃくちゃ脳のエネルギー使ってんだなみたいに思いますし、実際エルはデスノートの中で、まあ、なんでそんなに甘いもの食べて太らないわけみたいなことを人に言われるシーンがあるんですけど、甘いものを食べても頭を使えば太らないんですけどねと言うとります。はい、死にたくなってしまいますあとエルはね、あのすごい食べ方してるシーンがあって、私は結構忘れられないんですけど、あのおはぎらしきものを食べるシーンでですね、おはぎの包み紙を剥がさずにそのまま包み紙ごと食べます。で口に入れて食べて、うわ食べとるってなったんですけど、後から紙を吐き出すっていうのをやってます。あとあんみつのシロップを飲み干します。はい、それを私は見ておりまして、なんかその包み紙を剥がさずに食べるっていうのがちょっと衝撃的すぎて、なんかちょっとやってみたいなっていうのは思いましたね。あのケーキとかもさ、あのフィルムを剥がさないでさそのまま食べてさ、こうミーって口からフィルム出したらちょっと天才っぽいのかなみたいな。いやぽくないね、全然普通に不審者ですね。はい、まあでもちょっとあの誰かやってみて報告してくださいあとね、シリコンバレー系の天才も結構いろんなおもろい食べ方してるっぽいですよ。それこそ Facebook のマーク・ザッカーバーグさん、彼はですね一度自分で締めた肉以外は食べないっていうのを公言しておられました。あの今やってるかどうかわかんないんですけど、マーク・ザッカーバーグさんは毎年あの個人的な挑戦っていうことでいろいろとあの挑んでいることがあるらしいんですけど、なんかその年は、挑戦っていうことで食事は基本菜食ですと。でお肉を食べるときは自分の手で自ら殺傷したお肉だけに決めましたっていうことで、初めて食べたお肉はロブスターだったそうです。でなんかマーク・ザッカーバーグさんはなんか挑戦の意図をこんな風に明かしていて、今年に入ってから食べた肉は自分で締めた動物のものだけ、基本的にはベジタリアンになったんだっていう風に語り、多くの人は家畜が人間のために命を落としているということを忘れていると思う、だから僕の目標は自分が食べるものに感謝の気持ちを忘れないことだっていう風におっしゃっているということでね、お肉食べないっていうのはやっぱちょっと天才っぽい感じありますよね。あとな、天才とは違うんだけど、なんかアメリカの人ってみんなリンゴかじりながら歩いてるよねあれ見た時はさマジかっこいいって思ってしまいました。で真似するじゃないですか。私もあの留学生の端くれというか高校時代留学しておりましたので、もちろん青いリンゴをですねかじって食べましたよ。でもさ真似するとさマジでびちゃびちゃになるから、
本当にやってみてほしい。もう汁垂れて、もう長袖とかだったらもう長袖のもうねビシャーなってて大変なんですよ。しかも歯茎痛いでしょ、で顎痛いでしょ、だからマジでこれは何ってなりました。普通にもう日本人には無理だった。いやだってなんか映画とかでもさ、結構オフィスでささっそうと歩きながら、なんか社会派系の映画とかだとさ、リンゴかじりながら歩いてたりするじゃないですか、ハリウッドのやつで。でも絶対床ベタベタだからっていう風に思うんですけどね、なんでなのかな。まあ私にはできない器用な食べ方があるのかもしれないですけどね。でもさ、なんか考えてみるとバナナを食べてるシーンあんまないですよね。なんか前回絶賛しましたけどバナナのこと、あのバナナの方が本当に持ち歩きやすいし柔らかいし何も滴らないし絶対いいと思うんだけどな。まあちょっと平野のバナナビーケがすごいんだけれども、はい。まあ、あと同じものしか食べないのは天才っぽいですよね。あの一郎のさ毎朝カレー伝説みたいなのもありましたけど、それで言うとあのカズレーザーさんが2017年頃のテレビ番組で日常を密着された時にたった4種類の食べ物をルーティンさせているっていうのが放送されたらしくて、その時にルーティンしてる食べ物がなんかそば、冷やし中華、照り焼きマックバーガー、オムライスだったらしいんですけど、誠かっていうね。なんかすごいあのカズレーザーさん嫌いな食べ物も多くて、野菜全般食べない、辛いもの食べない、酸っぱいものを一切食べない、で好きなものだけを食べていきたいと望んだ結果、そば、冷やし中華、照り焼きマックバーガー、オムライスのルーティンになったらしいです。でも栄養の偏りに関してはサプリメントで補っているそうです。はい、まあ、今やってるかどうかちょっと分かんないですけどね。まあでも確かにこの偏食っていうのは天才食べじゃないですか。なんか野菜全般食べれませんみたいなのもすごい天才っぽいし、いやでもこう4種類の食べ物しか選べないとしたら皆さんどうしますか、栄養抜きで。いやめっちゃ悩みますね。私どうしようかな、4種類のルーティーン。1つ目は無前坊のうどん、はい、私が大好きな中目黒にあるうどん屋さんで、私の帰るべき港と呼んで、あの以前も出てきたかもしれないんですけど、はい、無前坊のうどんマストですね。あと何かな、あでもパスタ行きたいな、パスタは入れときたい。パスタだったら私あの麻布のクチーナ平田さんとイタリアンの青唐辛子と浅月のパスタですね、それ入れたいですね。もうマイパーマネントコレクションですね。あとはやっぱ白米かな、白米。私あの先週もあげた新橋星野さんって和食屋さんのご飯セットっていうのがね最後に出てくるんですけど、ご飯セット、ご飯セット、白米いただきたいですね。あとは揚げ物かな、揚げ物入れときたいな、唐揚げとか、唐揚げか、あーでもお店だったらリトルシェフっていう都立大学の、多分話したことありますけどの、ナスのはさみ揚げ定食とか揚げ出し豆腐定食とか入れたいですね。あでも定食入れるのもアウトなのかな、4種類だから無理、ダメなのかな。ちょっとわかんないですけど、めっちゃ悩ましいな。みんなの4つしか食べないとしたらどんなルーティンでいくかってみんな聞いてみたいですね。まあ、あと天才食べはねいろいろあると思うんですけど、まあ、本を読みながら食べるとか、あとなんか食べててパッてなんか思いついて、こうそれがサブウェイとかだったらそのサブウェイの紙とかになんかすごい勢いで書くとか、あとみんなが料理食べてる時に一人だけデザート頼むとか、あとなんか突然食事の席を立ってピアノを弾き始めるとか。わかんない、どうだろう、私の中の天才の定義が謎ですけど。でもね実際に出会った天才、最近なんかって実際に出会った天才いるかな。あ最近だとあのギフテッドって呼ばれるタイプの子供、お子様、あのその子供さんがですねすごくてですね、そのもうとにかくすごいんですよ、はい。何がすごいんだって感じなんですけど、あの本当に天才のお子さんにお会いする時があって、その子は1週間のうち5日はビーガンだって言ってた。まあだからフレキシタリアンってやつですよね、あのほぼビーガンっていうタイプで、お母さんすごい大変だって言ってた。なんかすごいさ、子供だからさ、中学生とかだからさ、すごい食べるんだけど、ビーガンだからめちゃくちゃ量を食べなきゃいけなくて本当に追いつかないっていう風にあの言ってました。天才の人、天才の人ね、最近天才の人誰か出会ったかな。
あー、もうもはやちょっと食のこと全然関係ないんですけど、私が最近すごい天才だなと思った人がいて、とってもハマってるんですけど、あの天竜川なこんさんってご存知ですか？あのツイッターとか YouTube とかやられてて、なんか一応ラッパーらしいんですけど、なんか基本その YouTube であの現実チャンネルっていうなんか番組を開設されていて、それ何をしているかっていうと、現実実況プレイっていうあのゲーム実況みたいな感じで、ご自身の現実をあの実況するっていうあのちょっと見てもらわないとわからないと思うんですけど、あのいろんなあの現実を経験されて、それを実況プレイされてるんですね。で、例えば私がすごい心を動かされたのが、あの何もしてない休日を夕方から晩回解説っていうのがあって、まあ、それはですね、あのすごく面白いんですが、あの現実実況プレイっていうところで、まあ、今日はワンランク上の立ち回り、何もしてない休日を夕方から晩回っていうところで、まず昼過ぎに起床しますと。で、まあ昼過ぎに起床してしまうとね、本当はこの休みに海とか温泉とか行ったり、あの読書や運動したかったのに、なぜ俺たちは昼過ぎに起きちまうんだろうなということで、まあ初心者さんは全て受け入れて涙を流しながら夕方まで寝てしまいますが、ここで注意です。やりたかったことをやりますっていう風に、夕方からですね海に行くんですね、天竜川なこんさんは。でたとえこんな時間でも支度をして外出しちゃいけないなんて誰も決めてないですよねっつって、たとえ着いたら夕方だとしても海に向かっちゃダメなんて誰も決めてないですよねみたいな感じで海に行くんですけど、なんかそれがすごいかっこいいっていう、なんかかっこいいし、あとあのすごいまた天才だなって思ったんですけど、あの現実実況プレイの他のやつで3億持ってるけどあえて質素に生活してますみたいな体で生きるっていうやつがあって本当は3億持ってるのにあえて手をつけない、急に自分で自分が誇らしくて笑ったみたいなことをやっていて、もうめっちゃ素敵だなと思いました。はい、全然もはや食事と関係ないですけど、でも結構あの現実実況プレイの中でもね、なこんさんよくラーメンとかすすってらっしゃって美味しそうだなっていう、はい、もうちょっとマジこじつけなんですけど、はい、よかったらぜひ見てもらえたなというふうに思います。味の副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は、天才っぽい食べ物、食べ方、天才食べについてあの話してきましたけれども、なぜか最後天竜川なこんさんにハマっているという話で終わってしまいましたが、今改めてツイッターを見ているんですけれども、ツイッターのプロフィールがまたかっこいいんですよね。読み上げさせていただきます。夢も魔法もねえ、てめえの足で一歩一歩現実を前に進んでいくしかねえんだよな、ラッパーって書いております。かっこいいですねいや本当になんかなこんさんってすごい現実をそれでもたくましく生きる術みたいなのをこうかなりなんかイリュージョンな感じで伝えてくださるところが本当に面白いので、ぜひ皆さんあの元気がなかったりしんどくなったりしたら見てみてください。そして、皆さんからの天才食べの情報についても募集したいと思います。はい、あのこうして食べてると天才っぽいですよっていう天才食べの、あの秘訣であったりとか、あの例えばあのケーキをフィルムごと食べてみましたみたいなあの感想だったりとか、まあ、いろいろあったら送ってみてほしいなと思っております。はい、というわけでメッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ、お腹すいた。